伝道者の書第九章というのは、私はこの一切を心に留め、正しい人も、知恵のある者も、彼らの働きも、神の御ての中にあることを確かめたからである、彼らの前にあるすべてのものが愛であるか、憎しみであるか、人にはわからない、すべてのことは、すべての人に同じように起こる、同じ結末が、正しい人にも、 悪者にも、善人にも、清い人にも、汚れた人にも、生贄を捧げる人にも、生贄を捧げない人にも来る。善人にも、罪人にも同様である。誓う者にも、誓うのを恐れる者にも同様である。同じ結末が、すべての人に来るということ。これは、日の下で行われるすべてのことのうちで、最も悪い。だから、 人の子らの心は悪に満ち、生きている間、その心には狂気が満ち、それから後、死人のところに行く。すべて生きている者に連なっている者には希望がある。生きている犬は死んだ死死に勝るからである。生きている者は自分が死ぬことを知っているが、死んだ者は何も知らない。彼らには、もはや何の報いもなく、彼らの呼び名も忘れられる。 彼らの愛も憎しみも、妬みもすでに消え失せ、日の下で行われるすべてのことにおいて、彼らにはもはや永遠に受ける分はない。さあ喜んであなたのパンを食べ、愉快にあなたのブドウ酒を飲め、神はすでにあなたの行いを喜んでおられる。いつもあなたは白い着物を着、頭には油を絶やしてはならない。日の下であなたに与えられた虚しい一生の間に、 あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。それが生きている間に日の下であなたがする労苦によるあなたの受ける分である。あなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている読みには働きも企ても知識も知恵もないからだ。私は再び日の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、 戦いは勇士のものではなく、またパンは血ある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではないことが分かった。すべての人が時と機に出会うからだ。しかも人は自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らもまた災いの時が、 突然彼らを襲うとそれにかかってしまう。私はまた日の下で知恵についてこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。わずかな人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて、これを包囲し、これに対して大きな砦を築いた。ところがその町に貧しい一人の知恵ある者がいて、 自分の知恵を用いてその町を解放した。しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。私は言う。知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言うことも聞かれない。知恵ある者の静かな言葉は、愚かな者の間の支配者の叫びよりはよく聞かれる。知恵は武器に勝り、一人の罪人は、 多くの良いことを打ち壊す。